今回は小林家ワンダーランドについて考察します。動画の流れとしては、まず小林家ワンダーランドとはどんな作品なのか知らない方向けに簡単に紹介します。次にあらすじをざっくりと話して、最後に家族3人はなぜ達也を犠牲にしたのかについて考えていきます。まず結論から言うと、利用客のニーズを踏まえた絶叫系アトラクションを導入する上で、家族内で孤立していた達也が適していたからだと考えます。具体例も交えながら分かりやすく解説します。それでは参りましょう。小林家ワンダーランドは世にも奇妙な物語、2023夏の特別編で放送された作品で、中川大志さんが主演を務めています。ある日突然自宅でテーマパークを始めることになった小林家の長男が、バラバラだった家族を一つにするため奔走する物語です。ポップでコメディー色強めな雰囲気と、ラストシーンでのブラックな急展開に SNS では様々な意見が上がりました。昔はまとまりがあった小林家でしたが、今では家族間の会話はほとんどなく、どこかギスギスした空気が流れていました。長男達也がそんな家族の状況に危機感を抱いていると、テレビから注目度1位のテーマパークとして自宅の外観が映し出されました。意味がわからずあっけに取られている達也に、知事はこれまでの概念を覆す超新感覚ご近所型テーマパークをオープンすると伝えます。初めは乗り気でなかった達也も、憧れの先輩がテーマパーク好きということもあり、運営に参加することになりました。達也の予想とは裏腹に、小林家ワンダーランドは大盛況。しかしその後、ライバルテーマパークオープンなどの影響もあり、小林家ワンダーランドから客足が遠のいてしまいます。再起をかけて新アトラクションを考案した父、それは今まで裏方に徹していた達也をメインに据えたものでした。何も知らされぬまま椅子に座らされた達也の両手両足を手錠で拘束する母と妹、そしてチェーンソーを客に渡す父、回転を始めるチェーンソーが達也に向かって振り下ろされます。小林家ワンダーランドの再起をかけて知事が考案した新アトラクション、リビングデッドとはどんなものなのでしょうか。作中から分かることは3つ。1、リビングの椅子に達也を座らせる。2、手足を手錠で拘束する。3、客がチェーンソーを使う。それ以外のことは不明です。しかし家族がバラバラという達也の発言から着想を得たアトラクションとはいえ、無制限に好き勝手やってもいいというわけではなさそうです。達也が死んでしまったらそこでアトラクションは終わってしまい、あの行列に並ぶ人々を最後まで楽しませることはできません。チェーンソーは一人一振りまでなど、何らかの制約の上で成り立っているアトラクションである可能性が高いです。もしくは死なない程度に傷つけていき、死なせてしまったら罰ゲームといったチキンレースのような要素があるのかもしれません。しかし仮にそうだとしても、家族をこのような目に合わせる狂気じみた行いについてはにわかには信じられません。なぜ小林家3人は達也を犠牲にするようなアトラクションにしたのでしょうか。達也がアトラクションの犠牲になったのには理由があります。それは長男達也が他の3人と比べて浮いた存在だったからです。作中の至るところに達也が小林家で孤立しているような描写が確認できます。こうした細かな点が達也の小林家におけるヒエラルキーの低さを物語っています。テーマパークに専念するために会社を辞めてほしいという父の願いに応えたように思えた達也でしたが、会社に提出したのは給食届。もしテーマパークがうまくいかなくなっても、その時は会社に戻ればいいという浅はかな考えがここに表れています。小林家を存続させるためにテーマパークを始める決断をした家族3人と、参加することにはなったものの、テーマパークに対する本気が見られない達也とのギャップ。こういった一面に加え、自分のことは棚に上げて家族への批判を一方的に述べていたことも、家族からの信頼を失う原因になっていたのではないでしょうか。こうした家族内での孤立やテーマパークに対する意識の違いから、達也はリビングデッドというアトラクションに最も適した存在、いわば生贄として選ばれてしまったのです。達也の憧れの先輩である高瀬は本作のキーパーソンです。達也がテーマパークに専念することになったのは高瀬の存在が大きいです。達也がそれまで抱いていた仕事への不満や、バラバラになってしまった家族をもう一度一つにしたいという思いだけではテーマパークに専念するという決断に踏み切ることができませんでした。しかしそれらに加えて、憧れの先輩である高瀬がテーマパーク好きだったという事実が加わった途端に達也のスイッチが入ります。よって高瀬は達也をテーマパーク運営に注力させる引き金になったと言えます。それだけではなく、高瀬は小林家ワンダーランドにも大きな影響を与えています。先ほども述べましたが、高瀬は大のテーマパーク好きです。とりわけ絶叫系には目がありません。そのためリニューアル後の小林家ワンダーランドにも絶叫系のアトラクションがなかったことに対しては露骨な態度をとっていました。こうした様子は小林家の目にも留まっていたようで、物語終盤の父の発言からも読み取れるように、今までの高瀬の落胆した表情は達也だけでなく小林家の中にも印象付けられていたに違いありません。笑ってもらいたい人がいるんだという達也の願いも叶いつつ、利用客の需要を満たすアトラクションを考え抜いた結果のリビングデッドは高瀬の存在なしに誕生することはありませんでした。つまり高瀬という存在は達也をテーマパークへと専念させただけではなく、パークのアトラクションという最重要項目においても非常に大きな影響を与えたといえます。
西園寺家スタジオジャパンのオープンにリニューアルで対抗した小林家ワンダーランドでしたが、健闘むなしく客足は遠のくばかりでした。再起を目論む父が悩みに悩んだ結果誕生したのが超新感覚最強アトラクションリビングデッドです。その内容は客がチェーンソーで達也を傷つけるという非人道的なものですが、実は非常に理にかなったものなのです。というのも人類はかつてこれに似たことを行っていました。それが公開処刑です。その名の通り公開で行われる処刑のことです。公開処刑は民衆の娯楽として行われていた側面が大きいです。現在は大半の国で廃止されている公開処刑ですが、その人気は凄まじいものがありました。1724年、イギリスで行われたジャック・シェパードの公開処刑には、当時のロンドン市の人口の3分の1にあたる20万人以上が繰り出したといいます。中には石打ち刑のような見物人が執行に直接加わる形の処刑も存在します。リビングデッドはこの公開処刑に酷似していないでしょうか。拡散禁止、撮影禁止という決まりのほか、1人ずつリビングに招かれてアトラクションを体験するという性質上、公開処刑とイコールであるとは言えません。しかし人類の持つ残虐的な欲求を満たすこのアトラクションは娯楽として完璧と言えるのではないでしょうか。家族を犠牲に娯楽を提供するという性質上、リビングデッドが持続可能なアトラクションであるとはとても言えません。しかし利用客のニーズを満たし笑顔を提供するという点に関しては、小林家は非常に優秀なエンターテイナーであると言えるでしょう。それまでのポップでコメディな作風から一気にブラックでホラーなラストへ転換した本作、あまりにも急激な展開ゆえにこの作品に対してがっかりした印象を持つ人も少なくありません。 SNS 上では本作を絶賛する声もあれば、全く受け付けないという意見も同程度見られます。しかし先ほど述べた3つの具体例から、少なくとも何も考えずにあのような急展開を迎えたわけではないことはわかります。むしろ小林家における達也の孤立、そして家族を生贄にするといった生々しい面をポップな展開や過剰とも言えるパロディの数々でカモフラージュし、ラストのホラー展開につなげるという手法は画期的なものだと言えるでしょう。あなたはこの作品についてどう考えるでしょうか。これで小林家ワンダーランドの考察を終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。